じゃあ今日浦さんお願いします。はい、よろしくお願いします。まずじゃあ簡単に自己紹介お願いします。はい、旅っぽの浦拓です。普段はイベントとかコミュニティの運営をやっています。旅はこれまで36カ国ぐらい行ってました。よろしくお願いします。おすすめの国を教えてください。はい、おすすめの国はですね、コスタリカにあります。でコスタリカは中米にある国なんですけど、自然がとにかく豊かな国で、昔って大陸が北米と南米があって、あ、じゃあが一つにあったのがちょっとずつこう離れていって、中米のとこができたんで、コスタリカは北米と南米の、全部の自然とか、生態系がそのコスタリカに凝縮されてるって言われてるぐらい、自然が豊かな国で、まあ、世界的にもエコツーリズムの、超最先端の国になります。でそこで、熱帯雨林って聞いたことあると思うんですけど、コスタリカは熱帯雨林じゃなくて、熱帯雲霧林って言われてて、雨林だと雨なんですけど、雲霧林だと雲と霧っていう、さらにもう一個上位概念の、すごいジャングルがあります。でそこで、僕が印象に残ってるのは、なんていうのかな、ターザンウォークみたいなやつなんですけど、その森の中に100メートル、200メートルぐらいのなんかレールというかワイヤーが引いてあって、それをこうシューって森の上をなんか空を飛ぶように動いていくようなアクティビティがめっちゃ印象に残ってました。であとはですね、結構日本に似たところもあって、火山大国で、富士山みたいな大きな荒れなる火山っていうのがあるんですけど、が町の象徴として、ドカンだったりするんで、僕山好きだったりするんで、まあ、そういう山好きな人、自然が好きな人にもおすすめです。あとはなるな、あと、まあ、コーヒーとかも有名ですし、あとはスペイン語の留学とかも、流行ってたりしますっていう感じで、自然が好きな人にはめっちゃおすすめの国です。コスタリカおすすめの料理とかありますか？料理はでもそんなに有名なやつは多分なかったんですけど、まあでもそのコーヒーが美味しいのと、で、まあ、中南米のご飯なんで、まあ、タコスとか、そういうのですかね。 あとはあれか、昆虫、そのさっきの生態系が詰まってて、虫の数がめちゃくちゃ多いらしくって、その森の中にだから昆虫を食べてる人とかはたまにいました。はい、ありがとうございます。そしたら最後に、コスタリカに行く人に向けてメッセージをお願いします。はい、コスタリカは、まあ、中米でめちゃくちゃ行きにくい場所ではあるんですけど、せっかく行くんだったら2週間ぐらい使って、がっつり自然を満喫してもらえるといいかなと思います。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。